皆さん、こんにちは。今日は2023年4月1日土曜日です。今日のテーマは中国の w ワイ会社ですね。自動車を、電気自動車を作るんですよ。この夢はですね、終わりですね。そして中国のエンジニア、外国でワクナの攻撃を受けました。ロシアのワクナですね。 え、情報が多くて少しずつ話をしていきたいと思います。一つ、3月30日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、これは世界で一時的に話題となっていましたが、メタバースですね。これはもう消えました。わずか2年間くらいで終わりました。この2ヶ月ですね、今年となって、ディズニーとマイクロソフト、 メタバースに関するプロジェクトの開発をですね、中止にしました。ディズニーは去年2月、メタバースに参入し、新しい技術でディズニーの物語をですね、メタバースに入れていきます。しかし、今年3月29日、メタバースに関係する開発のエンジニアさんですね、50名、解雇しました。 マイクロソフト、去年9月、メタバースという部署を立ち上げました。わずか4ヶ月後ですね、解散となりました。100名のエンジニアさんは解雇されました。Facebook という会社は2021年10月、メタバースメタ社に社名を変更しました。去年1年間、メタバースプロジェクトに100億ドル以上投資しました。しかし、あまり何か成果はないんですね。 今年となって人工知能に力を入れていきますよと言いました。メタバースをー捨てたでしょうか。メタバースはですね、2年前、1年前もそうですが、中国の企業も参加しましたね。しかし、メタバースは何ができるのか私にはわかりませんでした。当時の宣伝ではですね、生活、スタイルの革命ですよと言いました。しかし、何もないんですね。 メタバースの中では土地とか不動産ですね。すごい売買されていました。ものすごい高かったらしいんですよ。でもですね、何が意味あるのかなと思いましたが。次ですに、中国の広州記者ですね。3月29日に発表しました。広州記者とウェイですね。共同開発、電気自動車プロジェクトを中止すると発表されました。 これから、広州自動車は自分で開発すると発表しました。つまり、ファーウ e i という会社の影ですね。もっと薄くなりましたね。これは大変ですね。中国にはたくさんのファーウ e i のファンいるんですよ。食ですね。ファーウ e i という会社はですね、ある意味、宗教的な組織なんですよ。3月27日、広州にあるアップルストアですね。あの、というお店があるんですが、 そこには愛国者ですね、入ったんですよ。大きい声で叫んできました。アメリカ製に反対する、ウェイのスマホを買おうよ、愛国行為は自分からやっていくのよと、中国頑張れ、と言ったんですよね。まあ、ね意味わかりませんが。ウェイという会社はですね、去年電気自動車産業に参加するよと発表しました。これはすごいですね、当時はものすごい期待されていました。 ウェイという会社はですね、何をやっても成功するというイメージがあるんですよ。ウェイはですね、ソフトを提供するんですよ。電気自動車メーカーと共同開発、製造するんですね。自分は EI、自動運転システム、通信システム、ソフトなどなどを提供するんですね。しかし、ウェイというシステムを使ってしまうとですね、あんまり反応が良くないんですよ。人気はないんですね。値段は高いですし、 公衆記者は発表しました。競争力全くないんです。Huawei と付き合って我々は終わりました。そういうふうに言いましたね。なので、Huawei という会社はですね、デジタル製品を製造する会社であって、ソフトですら開発できないんですよ。日本のソニーとは全然違いますので、ソニーはですね、製造業もやってるんですよ。ソフトもやっています。例えば、デジカメですね。えー、一眼レフですね。ソニーもやっていますし、ソフトもすごいんですよ。 ソニーは全体的に何もや、何やってもいいんですよ。そして、自動車メーカー、トヨタと共同開発やっていくので、成功すると思います。でも、ホワビーは違います。何もないんですよ。ホワビーという会社はですね、部品を買ってきて、組むだけですよね。自動車はですね、伝統的な製造業です。ホワビーはデジタル製品の製造業、組むだけですね。これでわかるのはですね、ホワビーという会社は、 今はですね、国内のメーカーですら付き合ってくれません。もういらないです。と言われました。そして、これからですね、中国の Xiaomi ですね、Xiaomi スマホですね、あるんですが、Xiaomi の電化製品ですね、小さい電化製品とかあるんですが、Xiaomi もですね、自動車産業に参入するんですよ。Xiaomi も危険ですよね、と私は思います。次です。3。前のニュースの続きですが、 中央アフリカ共和国ですね、に進出しました。中国の国営企業がですね、そこで、まあ、鉱山ですね、金の鉱山、金の山を買ったんですよ。エンジニアを派遣して、そこで開発していくんですね。3月20日、攻撃を受けました。中国人9名ですね、犠牲となって、2人は負傷しましたね。9名ですね、結構、ひどかったんですよ。 一列となってもらってですね、地面に、あの、打ち伏せとなってもらって、それからですね、あの、撃っていくということですね。というのがありましたね。攻撃したのはですね、ロシアのワクナやっていたという噂はあったんですよ、当時は。今は判明されました。間違いないですね。目的はですね、中国人に出ていてほしいんですよ。中央アフリカ共和国ですね。 えー、タコサの中国の国営企業はそこに進出しました。皆危険ですね。現地の警備員はですね、情報を提供しました。攻撃を受ける前にワコナの服装を着た白人がですね、来ていたんですよ。ここから離れようと言われました。何がかがあっても知らないふりをしろよと。これは自分のためですよと言われたんですよね。それで、 警告を受けて警備員たた。ちは一時的に回避しましまこれがですね、あの動画と思いますね。さすが警備員ですよね。これは中国の警備員と同じですよね。何があったら先に逃げるんですよ。何もないときはですね、強いんですよ。何があったら先に逃げるんですよ。10分後ですね、警備員が逃げてから10分後、発砲の音を聞こえてきましたと。そして爆発の音もありましたし。中央アフリカ、 共和国の政府は発表しました。現地にある反政府組織がやったんですよと、これはですね、変革のための愛国者同盟という組織なんですね。でも、この愛国者同盟組織の報道官がですね、あの、声明を出しました。この組織はですね、結構大きな組織ですね。一つの政権と言ってもいいんですよ。我々は何をやってもですね、絶対に認めるんですよ。逆に認めないことはしませんし、 今回の事件については、我々には関係ありませんよと、ワクナが計画してやったんですよ。我々はですね、基本外国人を拉致するんですよ。拉致して、外国の企業、外国の政府にお金を要求するんですよ。攻撃しても利益はないでしょうと。まあ、ロシア人はですね、その行動をするんですよ。金の高度のためですよと言いました。あの、こういう声明ですね。 普通はそんなこと言わないんですが、でもここまで認めてるわけですから、まあ真実でしょうと思いますね。この事件がですね、起きた時に習近平はロシアを訪問していたんですよ。プーチン大統領と会談していたんですね。ワクナとはですね、プーチンさんの個人的な部隊だと言えますので、中国人エンジニア、国営企業ですね、現地で被害を受けました。習近平はですね、何も言わないですよ。 黙っていいますすね。習近平は弱いんですよ。そして習近平はですね、いつウクライナを訪問するでしょうか彼にはですね、勇気ないと思いますよ。彼には怖がっています。次です、43月30日、バイデン大統領はグエン・フュー・チェンさんですね、ベトナムの総書記者さんとテレビ電話をしました。 アメリカとベトナム付き合って10周年ですね。これからも付き合いを強化しましょうねと。グエン・フー・チョンさんはですね、ベトナムの首脳であり、総書記です、うん。権力握れると思いますね。ベトナムにとっては輸出相手トップワンはですね、アメリカなんですよ。また、東シナ海での平和安全について話もしました。お互い訪問しましょうねという話もあったんですよ。 バイデン大統領はベトナムへの訪問はあるでしょうかベトナムはですね、中国との距離はやはり近いんですよ。でもですね、現実的なんですよね、共産党ですので、アメリカとの関係が良ければ裕福、豊かとなるんですよ。これはですね、彼は分かっています。次です、5:3月29日、アメリカ上院はですね、湾岸戦争認可法。 と、イラク戦争認可法という法案ですね、廃止にしましょうかと投票します。イラク戦争は20年間過ぎましたので、この法案はですね、廃止しましょうかとなりました。つまり、これは結果の、まあ、投票の結果にもよりますが、アメリカの大統領、戦争を発令することができなくなる可能性はあります。アメリカの憲法では、 国会がですね、戦争をするかしないか決めるんですよ。大統領は指揮する力を持ちますので。2002年、国会はですね、イラク戦争認可法案を出しました。そして国会がですね、大統領に対して、アメリカの国家の安全のため、この安全を守るために戦争する、外れてきますよっていう権力ですね、渡しました。この法案があってですね、 元ブッシュ大統領はイラク戦争を起こしました。オバマ大統領はテロ組織、対応しました。イスラム国家ですね、えー、攻撃しました。トランプ大統領はイランのイスラム革命防衛隊のストレイマニという司令官ですね、あのあのスイッチブレードですね、無人機ですが、まあ、暗殺ですね、しましたけれども、この法案はです、ね、廃止するでしょうかこれから投票するんです。 次です。6。3月30日、ボアアジアフォーラムですね。中国の北京で開催しました。李総理は言いました。解放しますよ。新しい政策いっぱい考えていますよ。市場をオープンにして、たこさんの企業の参加に期待していますよ。中国の経済はですね、今年になって、 1>, 1月2月回復してきました。3月はですね、もっと良くなりますよと言いました。しかしですね、どうでしょうか。中国の統計局ですね、残業しなくいけないと思いますね。あの残業してですね、データを改ざんするんですよ。改ざんしないとですね、3月のデータは絶対1月2月よりですね、悪いはずなんですよ。これからですね、注目します。次です。7。ブラジルの大統領ですね、ルラ大統領。 4月11日、北京を訪問すると調整していると聞いておりますが、ルーラー大統領はですね、3月27日、北京を訪問する予定でしたが、体調不良、インフルエンザですね。で、延期となったんですよ。中国政府はですね、いいですよ、大丈夫ですよ、来てください、それでもいいですよと言ったんですよ。でも、大統領はですね、なんか肺炎ですね、何かけていたんですね。 ちょっと良くないですよと言ったんですね。それで延期となったんですね。その後、3月27日、ブラジルのファバロっていう農業の官僚ですね、農業長官が北京を訪問しました。中国に要求しましたね。ブラジル製の牛肉をですね、たくさん買ってほしいんですよ。結果ですね、ブラジル製の牛肉、輸入は解禁しました。これから大量に購入しますよ。契約はですね、 ルーラー大統領が来たらサインしますという結果となったんですね。まあ、これで訪問に来ましたね。来ます。また、両国の貿易はですね、自分の通貨で決済しましょうねと。アメリカドルは使わないようにしましょうねと。ただし、アメリカドルの一応ですね、冷凍は参考しますという意味ですね。中国はブラジル物を買うときですね、元を出すんですよ。 ま当然ですが、ブラジルはですね、中国に物を売ったらですね、中国から、えー、そういう,うあのブラジルの通貨ですね、もらいますけれども。そして、2009年からですね、ブラジルにとっては中国はですね、最大貿易相手となってきました。2022年、ブラジル中国、両国の貿易総額はですね、1500億ドルとなってきました。 ブラジル輸出はですね、900億ドルでした。輸入は600億ドルでした。つまり、ブラジルはですね、あの、黒字ですね。ブラジル国家はですね、結構国際化を強調していますね。まあ、中国もそうですが。まあ、しかしですね、お互いはドルは使わないですね。これはちょっと矛盾していますね。これはですね、今はいいんですが、結果ですね、将来、ブラジルの商社とメーカーはですね、 人民元をですね、たくさん持つことになってしまうんですね。でも、人民元は自由の通貨ではありませんので、元はですね、たくさんあっても最初はいいんですが、中国からですね、商品を買わないとですね、使うことがないんですよ。しかしですね、ブラジルは黒字ですので、最初はいいんですよ。元がですね、どんどんどん,どん増えていくという意味ですね。最後ですね、元が手元にいっぱいになってですね、 使う用途がなければ、中国のとの貿易ですね、やめてしまうでしょうかと思いますね。つまりですね、中国にとっては、これは、短い間、政治上、まあ、宣伝にもなりますし、かっこいいんですよね。しかし、長い目線で見ると、よくはないですね。と私は思います。ブラジルはですね、騙されていると思いますね。次です。8、3月30日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、 中国共産党中央規律検査委員会ですね。これは中国共産党党内にある警察官ですね。この委員会はですね、世界の各国の大使館、領事館に連絡員ですね、派遣しました。外国にいている亡命した、逃げた人間をですね、捕まえるんですよ。捕まえてもらいますと。 そして、持って逃げた資産をですね、募集するんですよ。2014年からですね、中国の司法は外国でも展開しました。習近平が登場してから、外国からですね、1万700名の容疑者ですね、逮捕しました。うち60名以上、元共産党の高級幹部、また高級幹部の親族ですね。中国政府はですね、外国に 警察省の支部を作ったりとかですね。今回もそうですが、自分の手法を外国でも展開していますね。これは本来は良くないんですよ。ダメですよね。2022年の情報ですが、中国は53カ国で102個の警察省支部を作ってきました。現地で中国人の情報を収集するし、スパイ活動もするし、 反中国の人間をですね、探し出すこともやっているんですよ。まあ、いいことは絶対しませんので。これはですね、中国政府の行動ですよね。あの、拡張しませんよとか、我々は優しいですよと言いますが、ものすごい悪いことをやっているんですよ。他の国でですね、自分の警察署を作るというのはですね、ダメなんですよ。違法なんですよ。次です。9。中国にはですね、水力庁という部署があってですね、 レポートを出しました。2023年今年4月から10月、大雨ですね、洪水、水害のリスクは高いですよと。ただし、一部の地域においては、雨がなくて、干ばつになってしまう地域もあるんですよ。なので、極端的になってくるんですね。特に、長江ですね、今年も干ばつになる可能性が高いんですよと。これはですね、原因があるんですよ。原因はですね、 ダムの水、水量ですね。調整する部署が何も考えずに水を放水してしまうからですね。去年、気象局が予測しました。今はですね、雨が少ないですよ、と言います。そして、来月、来週も雨少ないですよ、と言います。しかしですね、各ダムの管理会社が定時の通りに動いていました。放水するんですよ。 雨が降っていないにもかかわらず放水したんですよ。なのでさらに水不足となったんですね。もし臨機応変で対応していれば、去年ですね、超候は空になってしまうことはなかったはずですと言いました。これはですね、原因があるんですよ。中国政府はずっとですね、計画経済っていう体制のことを言いますので、上からの命令ですね、に従うんですよ。これが絶対ですね、 臨機応変はできないんですよ。そして、これはですね、自分には関係ないし、無責任っていう意味でもあるんですよ。何があってもですね、自分には関係ありませんよと、手順書に書いてる通りにやってるからですと。もしですね、自分が勝手にやってしまうと、自分の判断でやってしまうとですね、何かが問題が起きたら、ものすごい大変なんですよ。責任追及されてしまいます。でも、手順書の通りにやっていけば、 問題があっても関係ないんですよ。これが中国政府の地方官僚、国営企業の、えーまあ、根本ですね、の基礎点なんですね。次です。柔。杭州女サッカーというクラブがあるんですよ。サッカーチームですね。解散となりました。このサッカーチームは1968年に設立されたサッカーチームですね。中国ではですね、経済が発展してきて、 各地域、都市ですね。そして大手企業。自分の宣伝でもあるし、自慢でもあるんですよ。基本は自慢ですね。たくさんのサッカーチームを作るんですよ。あの、これがですね、やはり自慢ですね。そして例えば、広大不動産ですね。広大グループ。広大っていう公州広大ですね。えー、もうあるんですよ。今はもうないですが。2020年から42個のチーム解散となったんですよ。 原因はですね、簡単です。お金がないからです。これが原因なんですよ。お金があれば、みんなサッカーチームですね、やるんですよ。あの、自慢するためですね、今はもう解散です。もう解散ブームとなったんですよ。これが今の中国の状態ですね。また中国の事情について話をします。この動画はここましたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。